先に今はご飯を食べて、で明日早起きします。ケータリングのご飯がさめっちゃ美味しくてさ、いただきます、いただきます、いただきます。美味しくてさ、うまっ、これうまっ、うんふん、もっと回ってくればよかった。うんふん。あ、して雪なの？そうなの？うんふん。お弁当持って帰るのが素敵ね、なんて。私お弁当持って帰るいつも。お弁当とか持って帰って次の日の朝ごはんとかしたりする。うん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 、めっちゃうまい。え、天むすやばい。嬉しかった、今日は配達から来てくれてありがとうね。ありがとうございました。なんかさ、ホテルがさ、なんか名古屋のホテルとか泊まったことさめっちゃ前だからさなくてさ、なんか慣れないんだけど、いつものホテルじゃない。東京着きましたって、そうだから東京だったから来れましたって方も結構いらっしゃって、うんうん、そうなのよ。名古屋、名古屋どっか食べ行かないの？だって行かないかな。なんかケータリング来ただけで私結構満足しちゃうんだよね。確かに味噌煮込みうどんも食べたいんだけど、食べたいけど悪くの疲れちゃった、悪くの疲れちゃったよ。そう、結構久々に会えた方もいらっしゃったから嬉しかったな。そう、パジャマでも帰ってきました。コート着て、車両だったからね。うん、まい。私手羽先も食べたやつ、名古屋の味噌が美味しいね。このあの濃い感じ、味が、うんうん、うま。串カツ食べてます。
でも串カツを頬張って食べてるところが可愛くないだろうなと思って串から外しました。なんかさ、新幹線のとこら辺で美味しい店ないですか？明日の帰りに買おうかな。明日の帰り、今日はもう歩くの疲れた。これがね、私もう今日何本食べた？5本くらい食べました新幹線の周りのちょっと美味しいお店教えてほしい。うまっ。つまぶしも食べたい。ワンチャン明日かなと思ってんだよね、ご飯。ワンチャン明日のお弁当に出てこないかなとか思ってんだよ。うまふう。名古屋のレストラン街のつまぶし美味しいよ。だってつまめパンのオムレツサンドは知っていますか？ No No No。 味噌カツ買おう。味噌カツ絶対買おう。味噌カツ買おう。うん。でもね、ケータリングのままで十分美味しいんですよ、私もうだっていっぱい用意してくれてて取り放題なんですよ。いっぱい食べて、私いつも何回も行って、なんだかんだなんかそのケータリングのスタッフさん覚えられてそうだもんいっぱい食べちゃう。お店のやつもね、絶対美味しいと思うんだけどね。みんな地下に行けばいいんだね。地下に行こう。私新幹線で来る予定だったんですけど飛行機になったんですよ。うん、でお仲間が何人？ 5 人？もうちょっといたって忘れたけど10人ぐらいいたんで、いてんですね。で、久々に名古屋空港行ったらめっちゃ人、なんかすごかった。名古屋空港びっくりした。え、こんな人いんの？みたいな。うん、遠かったもん、会場まで。しかも私3部かな、3部5分前くらいに着いただからこうやってまとめ紙しました。待ってね、うまっ。
でもな、空港でかかったね、やっぱ名古屋空港。何なんだろう。自分の口のサイズ分かってないってみたいになっちゃった。何の空港についたか分かんない。なんか名古屋駅ってやつに乗りました。みんなで やばいよね。だからさ、結構さ、なんかこう、だから旅行とかそのするとめっちゃ困るんですよ、経験がなさすぎて。なんか自分でさ、なんかやったことなくて、その予約したりとか。全部さ、こうスケジュールがこう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 って決まっててさ、でさ、で、あっ、飛び落ちちゃった。しかも落ちちゃった。そんでさ、あの、なんかこうマネージャーさんもさいてくれてさ。なんかありがたいよね、ほんと。だからさ、すごいよ、ありがとうございます。今日とかさ、遠征さしてきてくださる人、うん、あは、自分で予約取ってくれてさ、自分で予約取ってくれて、自分で頑張って、何食べちゃった、自分でさしてさ、すごいなと思う。名古屋観光する時間もないんですか。でも今日名古屋城が、名古屋城の近くが今回会場だったので名古屋城を散歩しました、イエルチンと。あ、今日のインスタ見て、めっちゃ可愛いから、そう、今日のインスタめっちゃ可愛いから見てほしい。私紅葉、紅葉今年初めて見たかも。福岡行ったら紅葉見ることないもんね。めっちゃ綺麗だったくない？紅葉狩りいい感じだって。名古屋観光してきます。うん、よろしく頼みました。最後の写真のひよこのスイーツをねえ、私ピオリンの虜なんですよ、かわいすぎて。ピオリン可愛くない？これがケーキなんですよ。で、なんかプリンみたいな感じなんですけど、なんか名古屋でめっちゃ有名なんでしょ、これ。めっちゃ有名らしくて、そうそうそう。可愛かった。
マジで揺れるの、プルンプルンの。明日何時かな。明日は朝振り替えがあるんだって朝振り替えがあるらしいごめんごめん、こんな顔してた明日私何度だったっけ、明日10時半から明日私 YouTube、 あ11時からか、ピオリン名古屋駅で買いましたって、え嬉しかったよ、私でもね明日朝配信しておきたいんですよ、はい、なのでだから待って8時40分9時でしょ、うーん、8時からします、8時から8時からショールームします、うん明日8時からね、早20分しかしません、なので明日私は45分に起きます、10分に起きます、うん、10時半から振り返りがあるらしい、うん、あるって、早い、なので早くしましょう明日は、はい、
はい、じゃっと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 、ヨラピク、お風呂めんどくさいな来ました、私のお風呂めんどくさいタイム。めっちゃめんどくさいなが楽しみだって、楽しみでしょ、みんなが楽しみにしてくれてることが嬉しい。え、逃さんよ、ホテルめんどくさい。なんかしかも今回のホテル動線がむずくてめっちゃ難しいんだけど、めっちゃ言い訳、どうせむずくないんだけどさめっちゃなんかもう行くのがめんどくさい、4歩歩けば着くのに4歩歩くのがめんどくさい、めっちゃ。ほんとポンポンって2歩で行けるんだけどそれがめんどくさい、うん、めんどくさーい。ご飯食べに行かないんですか、だってだって明日朝早いでしょ、7時45分に起きるのにさ、でさなんかそれでさ私結構名古屋の美味しいもの食べたんですよ、食べたのでなんかそれでさ明日さ眠たいみたいになるの嫌なんですよ。今日楽しかったから明日行けないのが寂しいです、だってでしょー、明日も会えたのよかったね。部屋は一人部屋ですか、だって、うん、最近コロナになってからもう一人部屋ですね。じゃあお風呂入るまでの配信、まずピアスを外します。私のいけない癖はここにすぐ置くこと。これかわいいっしょ、これはね300円くらいで買った気がする。いないよな、ぐちさん、なつさん、たかさん、たかようじ、かっさん、ザキザキザキ、ひかたの細めさん、あいたかさん、かずやにーにー、じゃんさん、ゆうたパパ、ひろとくん、ふらん、白身フライ、ききちゃん、なつさん、ありがとうございます。ひめねこさん、ちんたろありがとう、としさんもありがとう、ウェリカありがとうございます、ブラートさんありがとうございます、まいちゃんもありがとう、ガオもありがとう、たかさんもありがとう。Thank you さん、 Thank you ありがとう、のりさんもありがとう、かっさんありがとう、てっちゃんありがとう、くまありがとう、のりさんもアイラブありがとう、みんなありがとう。もうね、今日咳が治らなかったからきつかったね。え、紅葉の写真良すぎるな。
見ていすぎない、これ紅葉。見て、チョコフォンデュがあった後、今日インスタ載せたよ、みんなインスタを載せましたので、私のショールームが終わったらすぐチェックお願いします。お腹いっぱい、めっちゃ食べたわ私今日。じゃあこんなんもらった、美味しそうじゃない、手羽先味のカルビー、あ、ジャガビーでした、ジャガビー、美味しそう。こんなね、ケータリングにこういうものがいっぱい置いてあるんですよ、いいやん、こんな、私ジャガビー大好き。こう手羽先味だって、ぜひ名古屋に来てちょっといのちゃんとお揃いのお土産買いたいなっていう人いたら、このカルビーの手羽先味おすすめします。うまそう。って感じかな。久々にカルピスもらってきた、じゃらーん、カルピス飲むかな、飲まないかもしれないけど、カルピス、はい、もうでも10時なのでみんなもう今日は寝よっか寝よっか、楽しかったからもう寝よっか。カルピスがそのケータリングにあって、うわ久々に飲みたいと思って、よしもう終わろう。で終わって、あのもしあれだったらなんか質問返しとかしようね。はいはい、じゃあねみんなおやすみなさい。ご時起きなので早く寝ますって、はいごめん、あの明日は8時から配信します、絶対寝坊しません。はい、ではランキング見ます。13位がハチムッチ、12位がタクミ18、11位がユータパパ、10位がタダのサカナさん、9位がタカさん、8位がユリカ、7位がカッサン、6位がソウさんぽ、5位がノーリさん、4位がフラン、3位がタナベッチ、2位がコージ、1位がハセボンテちゃんでした。ありがとうございました。あ、起きてた、ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。いっぱい寝て、いっぱい明日の朝名古屋飯食べてください。美味しいです、名古屋ご飯。味濃いめで。味濃いめな方好きな人だったら、名古屋だった。名古屋来たら多分ね、もう最高ってなると思います。では皆さん、おやすみなさい。お風呂入るよ。私もうショールーム終わったらもう1秒で立ちます。1秒で立つ。おやすみ。ありがとう。バイバーイ。